こんにちは。天文アカデミー堀秀夫です。昨日、京都ですね、売上が急に増えたという報告をいただいてます。まあ、普段のね、4倍売れましたとか、まあ、5倍以上売れてましたとかいう、報告を受けてます。これはですね、ハッピープライムデーという Amazon のプライムサービスの入会者を増やすための、セールを Amazon が実施しました。その効果ですね。これ、プライムサービスをとりあえず入ってくれれば、このセール品が買えるよという感じでですね、10個限定とか、まあ、そういう感じで、おそらく Amazon が手数料無料にしますとか、あるいはね、Amazon の方で買い取ってそれを安く出すとか、何らかの方法で本当にお得な商品がたくさん出てました。そうするとですね、ついで買いでかなりの商品が売れます。特に FBA で入れてる商品なんかはついで買いで売れてます。これね、ブラックフライデーから始まるホリデーシーズンもそうなんですけど、特にね、プレゼントに買うものとかそういうものではなくて、何でもちょっと変わったものとかね、おもちゃとか、気が利いたものとかね、あまりにもくだらなすぎてよそじゃ見つからないものとか、まあ、何でもいいんですけど、とにかくたくさんの人が来ると、まあ、ついで買いをする人も非常に多いというのが言えます。それは関連でこれを買ってますとかね、検索した時に出てきたりとか、いうことで、まあ、見込み客の目に触れることが多くなれば、それだけ売れると。Amazon の場合、見に来る人の桁がですね、何百とか何千じゃなくて、もっとね、何百万とか何千万っていう人が見に来ますんで、ホリデーシーズンとかね、こういう何らかのイベントの時は。そうすると、もう本当に普通だったら売れないようなもんも売れていくと。で、普通にちょこちょこ売れてるものがドバッと売れていくということが起こります。そんなわけでですね、今回、Amazon で商品をある程度入れてる方は売上急増しましたけど、ホリデーシーズンってのはこれがしばらくほぼ1ヶ月間このお祭り状態が続くわけですんで、実に売れます。そんだけでですね、まあ、今回売れたようなものがまた売れるっていう傾向がありますんで、今回売れて品切れになったもの、あるいは品切れになりそうな勢いで売れたものをですね、ガンガン周りの商品なんかを調べて、ホリデーシーズンに向けて、テストしておくと。ホリデーシーズン用の納品では半年分ぐらい入れておくと、売り上げが、普段の4倍、5倍立ちますんで、ぜひ、がっつりと儲けるための商品を見つけてください。そんなわけで、今回、Amazon のプライムデーのおかげで売り上げ増えましたというご報告いただきましたのでね、ホリデーシーズンの予行練習というか、これぐらい売り上げが急増するというね、想像するにはちょうどいいイベントだったんで、まだ商品があんまり入ってなくて恩恵を受けてない方も、ホリデーシーズンになれば、がっつり、トラフィック増えて売れますんで、それまでにですね、儲かる商品を見つけて、FBA に在庫を積み増しておきましょう。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。